で何度もお会いしてると思います。そうですよ、僕らは本当は最初のオーディション番組の審査員もされてたんで、はい、もう25年のお付き合いさせていただいてるんですけど、うん、ほんまに優しい人ですね。優しいです、はい、僕らは特にあの九州のあの男前コンビやと、うんうん、福岡の海老蔵やってすぐ言ってくれるんですけどいや、よっしゃってやんすよ。だって僕のことアランドーンって言うんですよめっちゃ褒めてくれる。そういう人なんですよ、ね、めっちゃ褒めてくれるんですよ、はい、まあ、うん、褒め殺しても取れるんですけどね、でも、ザ・漫才に出るきっかけをいただいたクルシオで、2011年の春ぐらいに会社から言われたんですけど、僕らもう21年目だったんで、いやもうさすがにどうしようって言って、相棒と大吉先生ともうやめとこうかみたいなことを言ってたんです、はい、でその頃にちょうど京都でお仕事を一緒で、お二人どうすんのって言われたんですよ。いや僕ら21年目なんでもうやめようと思ってますって言ったら、お二人も同時にドヤさって言って21年目若いやんかいさと、うん、あんたらがね若手やなかったら私らどうなんのと、でやさということで背中を押していただいて2011年に初めて出たんですよ、うん、だからそういう意味で言うとね、またその後優勝しますから、恩人って恩人ですし、僕もだってデビュー当時テレビ番組出演した時一緒にさせていただきまして、多分初めてご挨拶した時にそのアランドロンって言われて、はい、今度あの BMW 買ったるよって言われたんですよっていう、なんかそういう本当みんなに優しいお姉さんでございましたけれども、はい、ご冥福お祈りします。いいですね。あ、出てる出てる。いや、あの矢印全然違うじゃないですか。本当やな。なんだあれ。まあ、こっち側にはあれ翻弄するよね。来ましたよ。あ、これどこ入り口？何これ？これ何これ？ちょっといい店なんだ。こじゃれてね。え、ここガードマンがいるとこやな、ね。そうですね。名所じゃないですガードマン。この奥です。あそこ車止めないでくださいっていう時ですね。そうでしょうね。わあ、もう。思いっきりミンパのお店なんだ、すごいいい空気のね。なんかこれはいいんじゃないの。ちょっとカフェ、普通のカフェと違いますね。あ、若い人がやってるね。誰に聞いた。こんにちは。やってます。大丈夫ですか、テレビいいですか。お、ちょっとお姉さんが思ってる以上に人数多いんで聞かないでください。こんにちは。こんにちは。ざっと20人ぐらいいますけど、主人さんでしょうか。花丸大吉のちょっと道に迷いながらやっとたどり着いたんですけど、はい、一箇所おかしな矢印出てましたよね。そうですよ、あれ。すいません、すいません。よく言われるでしょあれダメですよ、あそこにあったなんかね行き止まりでなんか小川みたいに流れてるんですから取材させてもらって大丈夫ですか。初めてのことなんです。 あ、テレビ初。そうです。あら、ラッキーですよ。うちは、いや、よかったです。どうも。え、ご家族でやってるんですか。長男。あ、息子さん。どう、お父さん。そうです。いつからですか、ここは。去年の12月3日にオープン。え、去年。あ、ニューオープン。新しいんだ。まだ1年経ってないんだ。そうですね。なおさら去年作ったばっかりだ。あそこの矢印は絶対直せないずーっと一緒にいるわけじゃないですか、うん、相方ってどういった存在なんですか。いや、バナナマンもねずっと一緒にいるでしょうから、うん、何年20年20年ぐらいですね。ですかね、まあ、どんぐらいですか。もう一緒25年目、うん、25年、うんうん、家族は言い過ぎですけど、うん、親族にはもうなってる気がしますよ。まあね、うん、もう一緒にいる時間って考えた場合は、うん、断トツで長いでしょ、うん、家族よりも長いんじゃないかな、うんうん、でやっぱ、まあ、日村君はまだ独身ですけど、はい、僕らも結婚もしてるんで、やっぱもうあいつの後ろにやっぱ奥さんと子供が見えちゃうんで、うん、やっぱねそこも責任ない。なんかあその自分のために頑張ろうっていうのももちろんあるけど、花丸のため、いやいや花丸の家族のために、うん、頑張らなきゃもう一踏ん張りみたいな。ない俺からはだからあんまないですけどね。その日村さん一人もんだからまさかこんなヘラヘラした対応されると思わない。いやすげえなと思って。俺そういうの考えたことないですね。そういうのね本当にそれ後輩がどうこうとか。いやだから元々の相方よ、相方の家族よ。いやもちろん相方の家族っていうのはありますけども、うん、こいつらのためにとかっていう風な考え方は一度もない。元々しっかりしてるんで、だからちゃんとしてるんで、うん、そういう基本の部分があるんだろうね。ではそろそろ思いをまとめていただけますでしょうか。そうですね、本当あのこんだけ僕らよりも忙しいバナナマンもねずっとコントに、まあ、こだわってというかね頑張っているぐらいですから、我々もまだまだ新しい漫才ができるように頑張りたいと思います。作り続けます。はい、漫才師博多大吉さんの思い受け止めさせていただきます。
そして実は本日シークレットゲストにお越しいただいているんです。シークレット、これ恥ずかしいよね、はい、出てくる方も。実はシークレット、シークレットゲストがいるんですか。はい、シークレットゲストはこの方です。じゃん出た、出た、びっくりした。びっくりしてないよ。びっくりしないというわけで、シークレットゲストは相方の博多華丸さんです。どうもでした。待ちました、言っとけど世の中で一番最初に入ってますから。ちょっと待ったね、待ったね、待たしてね、申し訳ない。待ってないで、これ上で見てたんですよ、はい、福岡の愛が受け取りきれないっていうのは、ね、そうですよ、あれはもうしょっちゅうです。あ、それも知ってたんですか。もちろんもちろん知ってます、だからもう本当なんとかそれをね、そういう風にならないようにならないように、私はもうだから僕はだから彼の倍頑張ってますよ。だからそれが重荷になってより。いやいやいや、そんなもない、そんなもないです。はい。福岡で見る場合、だって東京はもう道が混む場合。いやそんな僕ないと思うんですよ、そのご要望が。そんなに、いやだって僕言っときますけど、これから6年間もずっと博多のことを言いますよ。大概嫌がりますよ。まだあいつ明太子って言おう。いやいいんじゃないですか。でもそれはいやいや、もうそれはもうだって新しい情報もどんどん出てくるわけですから、明太子だけじゃないじゃないですか。そう、いや新しいお店もできるし。いやでもそれでもやっぱ明太子、豚骨、水炊き、もつ鍋、言いたいんですか。もうそれは本当はうどんだからね。最後なんすか。本当はうどん、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 ラーメンっていう印象あります。うどんのね、あります。なんでそれを言う、もうみんなにもうそれを分かってもらいたいですか。いやだってみんなとかラーメンラーメンって言うからです。うん、みんな絶対何度プレゼンしてもやっぱりうどん食べてくれる。今もじゃあ豚骨ラーメン一番食べてますか。ラーメン、いやだから福岡人間は実は豚骨ラーメンよりもうどんの方が高い。本当はうどん、本当はうどん、ね、うどんはそれは分かりましたから。東京でラーメンも食べるでしょ。そう、東京のラーメン食べますよ。食べるでしょ。でも豚骨ラーメンが一番なわけじゃん。当然ですよ、やっぱ人目もあるしね。味噌ラーメン食べてたらちょっとね。だって自分が食べたいものも曲げてまでそれってのはちょっと、いやいや、もうそれが重荷なんじゃないですか。重荷というかやっぱその厳しいなと思って。豚骨は好き、ね、好きですけど、例えば醤油ラーメンをこの前グルメレポートで食べて、うん、あこれうまいねって言ったんですよ、うん、だから終わった後にこれもうまいねって角が立つよって言われて、そらそう豚骨ありきでこうだと。そらそう、いいじゃない。いや気をつけ、手に負う歯は気をつけなきゃいけない。これは厳しい、これは気になる。さあそんな真面目な花丸さんですが、はい、今回は花丸さんにも思いをお持ちいただいてるんですよ。あ、そうですか。思いを、ありますよ、私にも。熱い、熱いもの、熱いものがあるんです。マーベラス。ムムムムムム。花丸さんの思いはこちらです。エイジシュートがしたい。エイジシュート、これはゴルフ用語なんですけど、ゴルフ用語、はい、まあ、自分の年齢より少ないスコアで上がりたいっていうことですね。ゴルフ場で全部でパーで上がって72。はい、今まで見てた。打ち合わせでも言われたんですけど、普段話さないようなことを払わって話しましょう。熱い話上等ですと、むしろ熱い話をしてくださいっていうオーダーのもと我々呼ばれてますけど、エイジシュートがしたい、ご説明願えますか。だから普段しない話でしょ。初めてします、あなたに。年齢より少ない数でスコアで上がるということですね。だからゴルフやってる木村君なら分かりますけども、だから今44でしょ。だから僕のエイジシュートしようと思ったら43で上がらなきゃいけないです。18ホール回って、世界最初石川遼君が記録したのが58なんです。ということで石川遼君でも59でしかエイジシュートできないんです。普通の人やったら72歳、73歳になってパワープレーで72でエイジシュートなんです。だから僕はその頃まで健康でいたい。ちょっと待って、花丸さんってこんな人にしたら違うと思うんですけどね。あでもあれじゃないの、健康じゃなかったからでしょ。あのね、うん、言いますかそれは。先生言った方がいい。言った方がいいんじゃないですか。あそうです。何ですか今。それ言いますか先生。いやトークをね一